STS-51A はアメリカ航空宇宙局のスペースシャトル計画の14回目の飛行でありディスカバリーの2回目の飛行である。このミッションは1984年11月8日にケネディ宇宙センターから打ち上げられ8日後の11月16日に着陸した。STS-51A では初めて2つの通信衛星が放出され、 さらに軌道上から2つの通信衛星を回収した。カナダのアニク D2 よびシンコム4-1、衛星はディスカバリーの乗組員によってどちらも放出に成功した。一方、パラパビーに及びウェストル6は、この年の早い時期に行われた STS-41B で放出されたが、 キックモーターの不具合により予定の軌道には入らず、STS-51A によって回収され、地球に戻った。STS-51A は、1984年11月8日午前7時15分に、フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。STS-41G の打ち上げからは、まだ1ヶ月も経っていなかった。1日前の打ち上げの試みは、 大気上層の風の状態が変わりやすかったため、打ち上げ20分前に中止になった。乗組委員は、船長のフレデリック・ホーク、操縦手のデビット・ウォーカー、ミッションスペシャリストのアンナリー・フィッシャー、デール・ガードナー、ジョセフ・アレンの5人であった。ミッション2日目には、アニク・ D2、3日目には、シンコム4-1の放出に成功した。オービタは、その後、 パラパビーニを回収するために手動での一連の操縦が行われた。回収作業を行いやすくするため、両衛星の軌道は地上からの指令によって高度約9 7 0トルから3 4 0トルに下げられた。ミッション5日目、ディスカバリーはパラパとランデブーを行った。ミッションスペシャリストのアレンとガードナーは船外活動を行い、 スティンガーと呼ばれる装置を用いて衛星を捕獲した。アレンがチテンモーターのツルに装置を差し込むと衛星の回転は 1rpm まで低下したがロボットアームを操作するガードナーがつかみ損ねた。そこでアレンはガードナーとフィッシャーの助けを受けて手動で衛星を課題に取り付けた。この急増の捕獲作業には2時間を要した。1日後に行われた ウェストル6の捕獲作業は難しくなかった。この時はガードナーがアレンがパラッパを回収したのと同じ方法を使って容易に衛星を捕獲した。アレンの助けを借りて彼はカーゴゲーの課題に衛星を収容した。ウェストル6の回収後、ガードナーはさも故障した衛星を買ってくれる人を探しているように冗談でホーセールと書かれた紙を掲げた。 STS-51A のミッションでは、ディフューズドミキシングオブオーガニックソリューションズ実験も行われた。これは、3M が資金を拠出する一連の包括的な有機、及び、高分子化学の実験の最初のものである。ミッドデッキで行われたこの実験は成功し、結果として得られた混合物の所有権は、3M に移常された。もう一つの実験である。 放射線モニタリング実験も行われた。STS-51A の次に、命綱なしの船外活動が行われたは1994年になってからで、またマンドマニューベリングユニットが使用された最後のミッションとなった。1994年、STS-64 でセルフレス給養推進装置が試験され、 NASA やソビエト連邦、ロシアの宇宙機関のすべての船外活動で、宇宙飛行士は何らかの方法で命綱をつけるようになった。ディスカバリーの2回目のミッションは、1984年11月16日午前7時に、ケネディ宇宙センター第15滑走路に着陸して終わった。7日間と23時間45分で地球を126周した。 ケネディ宇宙センターにスペースシャトルが着陸したのは3度目で、1984年のスペースシャトルのミッションとしては5度目で最後であった。NASA はジェミニ計画の時から宇宙飛行士のために音楽を用い始め、アポロ15号の時に初めて気象用に音楽を使った。それぞれの曲はしばしば宇宙飛行士の家族が選んだものであり、個々の宇宙飛行士にとって、 特別な意味を持つか、日々の活動に適したものである。ありがとうございます。